首都を通らせてくれ。なんかそこ危なそうね。危ないぞ、気をつけろ。お休みんとこごめんな。ほら、平気？ええ。すげえ、エイブリーのお庭ってとこか。いいところじゃない。崩れちゃってる壁と浸水さえなければね。ああ、で排水に問題あり。でもリノベーションしたら儲かりそう。さあ、どれどれ。誰かがダムを吹っ飛ばしてここを沈めたみたい。忘れてた、得意だったな。ねえ、エイブリの屋敷はどれかな。ああ、間違いなくあれだな、崩れてないやつ。ああ、あなたもやるじゃないの。まあそりゃ経験あるし本も読んだし。やだ最悪。え、何？入り口。サム生きてたのね。今んとこはな、行こう。よし、ショアラインに気をつけていこう。うん。じゃあダメ元だ。やっべ、平気？サリーがここについて教えてくれたとき、あってもせいぜいシンプルな家くらいだと思ってた。ああ、こっちだ、低いぞ。奴の怒りを買っちまったか。
古いメモ。ドラゴン、クリストファー・コンデントの家だ。くそ、しょうがないんだ。エレナ、伏せろ。見えたわ。家だな。海賊の家には見えないな。金目のものは。大丈夫か。
海賊の家には見えないな。金目のものは。奇跡だ、バレなかったぞ。ほんと、すごいじゃない。エレナも。マジかよ、ナディーンは一体何人連れてきたんだ。まあ大部隊を見てるけど、大砲見つけたかな。まだだと祈ろう、サムのためにも。見ろ、何かある。宛名はリチャード・ウォント。アダム・ボールドリッチからだ。二人とも建国者？気をつけて。
子だから。優しいのね。おとりにするつもり？違うって、ジェントルマンらしくしたの。たまにはからかってあげないと。ああ、もう十分からかってもらってるよ、どうも。大丈夫、平気。そっちは？またびしょ濡れだ。疲れてあざだらけでもって腹減った。他は大丈夫。よかった。さあほら行きましょう。住民たちが沈めたのかしら。まあ住民かもしれないけど。けどって他に誰が？一軒だけ沈んでない屋敷があるのがなんか気になってさ。エイブリーね。その通り。これ、なんだろう。すごいな。ハエの王の話みたいだ。本当に。綺麗だ。
改造されてるな。うん、即席の防御装置。誰も戦うとは思ってなかったのね。みたいだな。おお、これすごいな。そんじゃまた泳ぎますか。ネート、ほら、そこ出てきたな。ほいな。耐えてるから。ああ、サンキュー。いいぞ。やったじゃない。ありがとう。ちょうどいい重さだったよ。ああ、じゃなくて。大丈夫。今のは褒め言葉だったんだ。登れた。別の道探すよ。これ使えそう。よし、離れてろ。いいぞ。ありがとう。こいつをどかすか。よし。見て、トーマス・デューの印だ。ここは彼の屋敷ってこと。ナンバー2にのし上がった男か。何なのこれ。パーティー会場ってとこ。乗り遅れちゃった。ねえネイト、これ見て。また印か。マジかよ。何こいつら。エレナ、こいつらがリバタリアを作った海賊だ。何があったんだ。私はお医者様じゃないけど、見た感じ毒みたいだな。でもこれ何の集まりかな。金持ち海賊の自殺クラブってとこ。まさかな、こいつらが。
エイブリーの名においてアス幽谷貴殿を我が屋敷に迎える。互いの恨みを捨て和解すべき時が来た。再び神と自由の旗のもとに集え。トーマス・デューのサイン。ってことはデューとエイブリーだ。ホストがパーティーの途中で消えたってか。それってホスト失格じゃない。つまり宝を奪われて住民たちが大反乱を起こしたんだ。住民は始末したけど、今度は海賊の間でごたごたがあった。そんなとこ。そこでエイブリーとテューは全員を集めた。ほらそのなんだっけ、互いの恨みを捨てて和解すると言ってね。そして全員で乾杯。いいか野郎ども、神と自由のためにってね。で酒を飲んだ。二人以外ってな感じで、めでたくリバタリアの宝は二人で独占ってわけだ。こいつらみんな名だたる海賊だぞ。それが一瞬で消されちまった。このテーブルで。すごいわね。あ、ごめん、ついつい。ごめん。大丈夫。で、問題のホスト2人がここにいないってことは、エイブリーの屋敷ってこと。ええ、行く。